はい、遠い、覚えてますか、ハミツ PSP プラス PS3 編集長の相澤です、プレイステーションにまつわるですね、なんかいろんなところを訪れたり、いろんな人をお話したりということで、レッツゴー編集長という企画、スタートします。はい、というわけで、第1回目はソニーコンピューターエンターテインメントさん、お邪魔しています。今回はマーケティング部の桜井さん、普段お世話になっております。お聞きしたいと思います。はい。よろしくお願いします。そもそもマーケティング部なんですけども、はい。どういったお仕事なんですか？はい。マーケティング部、ちょっと名前わかりにくいんですけれども、率直に言うと宣伝部っていうことになりますね。仕事の内容で言いますと、例えば、ファミツ PS、P プラス PS3 さんとか、週刊ファミツさんのような媒体様にですね、いろんな商品をご紹介させていただいたり、おなじみのテレビ CM を制作したりしております。なるほど、はい、8月以降ですと、はい、期待の作品とかありますか？そうですね、8月といえば8月の28日にですね、大変お待たせしました、アフリカがいよいよ発売になります。はい、待ちましたね。はい、東京ゲームショーも2回も出させていただいてですね、本当にお待たせいたしました。これはカメラマンになってアフリカの動物を撮影していくみたいな。そうですね、撮影と、まあ、それ以外にもいろいろあるんですけれども、とにかく、PSB で素晴らしいビジュアルでアフリカを映し出してますので、はい、やった方全員がアフリカに行きたくなると思えるぐらいのクオリティを見せてますので、はい、ぜひやっていただきたいですね。僕も大変気になってるんですけど、はい、PS3 だと他にもいろいろあると思うんですが、はい、白騎士物語とか、はい、グランツーリスモの5本編とか、はい、その辺って、そうです。なんか、そうで、なんか出てますね。まだみたいです。そうです、はい。はい。というわけで、こんな感じで、レッツゴー編集長、いろんなところを訪れていきたいと思います。よろしくお願いします。